はい、えー、こんにちはくんです。えー、あの、バーチャル YouTuber も、建国クラフトするらしいです。えー、ということで、えー、まあ、今日を話す話は、リスナーの参加型企画とかについてのお話です。えっ、ー、と、私、まあ、一番、まあ、今まで過去もやってたんですけど、一番、ま、メインでやってたのが、リスナーに、リスナーと一緒に同じサバに入って、こう、このものつく、な、何々作るぞとか言ってわーって作ったりするような、えー、マインクラフトの企画をやってたんですね。で、 と、なんかバーチャルユーチューバーのキズナアイさんも、なんかそれをやるらしくて、で、50人募集とかでまんま一緒やんけんみたいな感じだけど、あ、一つこれ言っておきたいのは、ええー、まあ、なんか、くんのパクリだとかはね、まあ、言わないであげてほしいなっていうのが、まあ、一つありますね。<laughs> あの、どうせ湧くだろうなっていう。あのー、まあ、まだ、あのー、そういう企画が始まってないから、パートゼロか。で、企画が始まってないんで、まだ湧いてないと思うんですけど、そういう動画が投稿され始めたら、絶対くんちゃんのパクリだとかっていうのが、多分湧くと思うんですよ。 おそらく。<laughs> あの、なので、まあね。あのー、まあ、ああいうのってしょうがないからね。あの、まあ、企画っていうかけ、建国ってつけたのはまあまあ、わかんないけど、あのー、なんていうのかな。例えば、誰かのゲームを、まあ、例えば俺がバトルフィールドやってて、 あの、バトルフィールド他の人があげたら、それはクンさんのパクリなのかっていうと、そんなことはないじゃん。しかも、ゲームなんて参考にして当たり前だと思ってるし、俺もいろんな人のゲームを参考、見て、ゲーム実況を見て、あ、この人にやってるの面白そうだな、俺もやってみようとかでやることだって全然あるし、あのー、まあ、普通のことだと思うんだよね。でそうじゃないとどこから情報を得るのって話だし、別に俺はいいことだと思うんだよ。だから、まあ、あんまりその、まあ、クンさんのパクリだし、なんか、どうだこうだみたいなのは、 ま、あ言わないであげてほしいなっていうのと、ただリスナーの参加企画って結構大変だなって思うことをちょっと今日は話していこうかなと思います。あの、リスナー参加企画っていうのは結構大変で、例えば、やっぱりこう人が増えると、やっぱそいつに対するそのアンチ的なのも湧くし、その、例えばヨッシーとかみたいに、こう、ま、あそれで有名になってくる人が出てくると。で、ま、有名になった人が例えば、超大問題を起こしたとかだったら、ま、あなんか、そっちも、ね、巻き添えで、 まあ、あ炎上したりすることもあるかもしれないじゃない。例えば、あのー、健康クラフトで、まあ、たま、な、名前が出てた、50人クラフトで名前が出てたトラクロが、なんか問題行為を起こしたと。したら、なんか、クンさんトラクロが問題行為を起こしてますよ、みたいな。まあ、あそれで一緒にね、巻き添えにすることないっす。巻き添えないことはないっすけど、いや、知らねえよ、トラクロ勝手にやってるだけだろ、みたいなので終わるんだけど、ただ、うーんー、なんていうのかな、そういうリスクはあるよね。あと、その、どれくらいまで取り上げるかっていう。 その、例えば田中とか力道とかマブニャンとか、そのリュウニャンとかレベルまで、こう個性を取り上げちゃうと、それは、かなりのコストが必要になるし、それはできないと。で、あと、みんなやっぱお楽しみでやってるから、その、例えばお金を渡して給料として仕事としてやってくださいみたいな感じだったら、たぶんまた別の話かなとは思うんだけど、ただそれをしてないとなると、やっぱりこうみんなが楽しんで、その、なんだろう、うやってる人も楽しんで、こそっていうか、その、なんだろう、う内話感。 っていうのを、どうやって出すんだろうなっていうのが、まあ、ちょっと楽しみですね。その、内輪感出すのって結構難しくて、はい、配信とかでほん、ちょっと1時間やって、はいみんなこんにちはやろうね、みたいな感じだと、多分、みんなバラバラのものになっちゃうんだよね。でも、やっぱりみんな、こう、統制取れてると、やっぱ面白いじゃん。こう、みんなで同じものを一つ作り上げようとか、みんなで、こういうものを、こういう作品を、一つ作ろうとか、 そういうこう、みんなでこう、一緒のものに対して取り組んでいくっていうのがまあ、リスナー参加企画の面白さで、あの、それがね、やっぱできないゲームって発生したりするんですよ。私前、マインクラフトの PE で企画したんですけど、まあできなかったんですよね。まあかなりきつい。その荒らすやつもいれば、その、言うこと聞かない人とかも出るし、なんか空気の読めない人も出てしまうと。あの、みんなじゃあ、あの、ほんとね、あの、学校、小学校と一緒で、みんなちょっと、マウス動かさないで止まってってやっても、絶対動かすんだよ 絶対動かす。あの、みんな、みんなここでじっとしてねって言っても、もう100%動かすやつが出てくる。うん。あの、それはもうしょうがないっていうか、そういうものなんだよね。だから、もう、諦め、まあ、ただ、バトルフィールドとかは、結構、その、まあ、こういう言い方好きじゃないけど、民度は高かったね。その多分、PC ゲームでやってるから、年齢層も高かったのかもしれない。その、言うこと聞く人が多いゲームと、言うこと聞く人が少ないゲームって結構分かれるんだよね。 で、マインクラフトはどうかっていうと、まあ、まあ、まあ、まずまず、PC 版マインクラフトはま、まずまずちゃんと聞いてくれるんだけど、やっぱスマホ系のゲーマーちょっと厳しかったりすることがあったりとかして、だから、うーん、なんかそうやってでも、ただ言うことを聞く、あの、他の YouTuber が、例えば、あの、やってるの見たことあったりするんだけど、なんか BF の企画とか、やっぱあんま怒らない人とかだったりすると、なんかぐちゃぐちゃになっちゃったり、なんか、 みんなこう、トロールしだし、し,だしてふざけたりして、いやなんか自分が目立ちたいみたいな。自分がもっと映りたいみたいになっちゃって、こう、結果つまんなくなっちゃうっていう。その、例えば、そのマイクラでも同じ現象あったじゃん。ヨッシーがやったら面白いけど、よくわかんないやつがやってもつまんないみたいな。ヨッシーがやるから面白いんだよみたいな。あのー、そういうのがあるんだよね。だから、やっぱ難しいなっていう。その、企画って。リスナー参加企画って。 その、みんながある程度空気を読みつつ、その、面白いキャラのやつは面白いことをしつつ、みたいな。だから微妙に差別しなきゃいけなくて、え、これヨッシーも同じことやってるじゃんって言われたら、そりゃそうなんだけど、ただ、まあ、それはヨッシーだから許されるとか、謎の理屈が、こう、通らない理屈を通さなきゃいけなくなったりとかすると、多少、こう、はいじゃあお前バンダーみたいな、こう、多少独裁的なことをしなきゃいけなくなって、とすると、やっぱね、優しい人とか、そういうのができない、 やるキャラじゃない人ってのは難しいから、その統制っていうのがね、このユーザー、リスナー参加型の難しさっていうか、そのみんながみんな大人な人で、ちゃんと <laughs>、よっしゃやろうみたいな感じで、やってくれる人だったらいいんだけど、やっぱそうはできないし、その、やっぱネット越しだからね、顔も見えないから、やっぱ指示も伝えられない。例えば、A な、A をしてね、B はしないでねって言っても、絶対 B をしちゃう人って出てきちゃうものじゃん。だってさ、あのー、 学校のクラスとかでどうだったかって思い出したらわかると思うんだよ。学校のクラスで、じゃあみんなで一丸としてこれをやろうって言っても、絶対できないやつとか、やれないやつとか、で、なんか、なんか失敗しちゃうやつでて出てきちゃうのね。間違いなく。だから、それをこう、どう、統制していくかみたいなのって、やっぱリスナー参加の難しさなのかなっていうふうに、思いますんで、あのー、まあ、どういう企画やるんだろうっていうの、ちょっと楽しみですね。あのー、はい。まあ、あということで、えー、 あ、でもね、俺最近ね、あのー、スチームわかるパソコンのゲームとかで、あのー、参加型企画やり始めてます、また。あの、昔さ、海賊船のさ、ゲームとかさ、覚えてるあの、一年、ちょうど一年ぐらい前なんだけど、あのゲーム結構好きで、またみんなでやろうみたいな感じになってるんだけど、あのー、あれしよっかなーっていうふうに、ちょっと思ったりなんかしてます。ただもう動画ではもうそろそろ上がるからって感じだと思うんですけど。まあ、あとは、そのー、なんか、 まあ、みんなでわちゃわちゃ系ってやっぱ面白いからね、楽しいから、まあちょっと遊んでいこうかなっていう風な感じで思ったりなんかしてます。はい。ということで。えー、ただそういう企画はやっぱ、その、あと、荒野行動とか、PBG でやらないんですかみたいなの聞いたりするんだけど、俺荒野行動でやるの意味ないなと思ってて、だってさ、楽しめるのさ、20分かけてたった4人だよ。それだったらさ、リスナー参加さ、してもらってさ、あの、やるよりも、あの、田中とか、そういう、なんだろう、う 賑やかせる人呼んで、みんなに楽しんでもらった方が、結局得じゃん、みたいな。ワンチャンいけるかも、みたいな。例えば俺が毎日荒野行動、PUBG やって、まあ、1試合で3人参加できるとしましょう。まあ4人でもいいんだけど、3人参加できるとして、で、まあ、毎日3時間、まあ PUBG しましたと。で、まあ、3時間だからまあ五まあ6、試合はちょっと言い過ぎか。まあ10試合くらいできましたと。まあすぐ死んだりすることもあるだろうから。10試合することできても、それでもたった30人しか、喜べない。 あのー、配信を見てる人が、まあ3000人見てると。まあ PVJ だったら3000人ぐらい見るから、3000人見てて、たった30人。100人に1人なんですよね。だから、でもそれはちょっとなっていう。それでこう参加企画ってするのはちょっとなんか、まあ、その、ファニコン限定とか、その、なんか、ファニコンの会員入ってる人とか、スポンサーしてる人とか、 配信をスポンサードしてる人限定とかはありだとは思うんだけど、その特典としてね。ただ、ランダムで選んで、みたいな、みんな参加、みたいな感じで、荒野コードとかパブクはちょっと寂しすぎるかな、って気はするよね。その、ま、荒野コードでも50対50のモードとかあるっぽいけど、でも、まあ、それにしてもちょっと、それだったらマインクラフトやるかな、みたいな。マインクラフトでこう参加企画やった方がいいよね、っていう、他のゲームとかさ、やった方が楽しくなるかな、って気はするので、 えー、パブグとかではちょっとやるつもりはないですね。その、リスナーも見てて多分面白くないってなると思うんだよね。そのよくわかんない、名前もよくわかんない人が、まあもちろんその面白い人が出てくるかもしんないよ。ヨッシーとかみたいに面白い動きしたり、なんかすっげえ強いこの人ってなるかもしんないけど、ただ基本的にそれは、まああんまり怒らないことだから、リスナーもつまんないし、その参加してる人だけ面白いみたいになるのは、俺はあんまりちょっと好きじゃないから、 こういうこととパブグの参加方は基本ないです。ということで、えー、まあとはいえね、他に参加方企画もあるんで、ぜひ参加してみてください。あと最初に言ったんですけど、まあもう改めて、あらかじめ言っとくけど、その、そういう、なんだろう、くんのパクリだみたいなことはしないようにしてください。はい。えー、一応私は言っといたんで、げあのー、ね、あのー、なんだろう、う実際に注意しろよ、みたいなことは言わないでね。俺はもう注意したよ。はい。<laughs> ということで、くんさんでした。またね、バイバイ。